本当に毎日ですね、私たちが目を通す地元の新聞にもこうやってみどりさんの記事が出てます。また大きくカラーの写真が入っているというのを見かけました。それだけ期待されているということでしょう。この伊藤選手は5年ぶりということで、今回は予選からの出場になりました。改めてその予選のスケーティングを見てみましょう。非常にやはり顔からも分かるように、まあ、久しぶりの世界選手権ですから、小川さん、はい、かなり緊張してましたね。非常に緊張してましたね。特にあの最初のジャンプまでが一番緊張してたんではないですかね。やはりなんといっても世界のファンもトリプルアクセルを待ってるわけですから、その最初のジャンプがどうなのかということで、ゆこさん、私たちもなんかドキドキしてましたね。本当にもう手に汗かいてましたよ。予選ではみんなフリーと同じようなスケーティングをいたしますので、この最初のトリプルアクセル、ちょっと回りすぎた感じありましたけどね。随分高く上がりましたんでね。でもこの辺からちょっとこう白い歯がこぼれて、ゆかさん、やはり最初のジャンプを飛ぶとかなり気持ちが違うんでしょうね。少し落ち着いてきますよね。やはり慣れてきますから、今日滑るフリーと同じような薄い紫のコスチュームでシンデレラをバックに踊りました。そして見事な演技で予選を1位で通過しました。まあ、見事と言いましても本人は満足いかないで、ご覧のように首をかしげてたわけですが、試合後話を聞いています。今日はとりあえず笑顔がやっぱりちょっと足りなかったかなというような気がしますので、まあショートもフリーも笑顔いっぱいで臨みたいなと思います。はい、世界中に緑スマイル。5年ぶりの世界選手権、日本の伊藤みどりがショートプログラムに挑戦をいたします。89年パリ大会の世界チャンピオン、今山田コーチと手を合わせまして、何か声をかけられてうなずいてリンクのセンターに向かいます。4日前の予選では見事1位通過。あの時は緊張していました。スピンを方向を間違えるというシーンもありましたが、さあ大事なショートプログラムに臨みます。曲はストラヴィンスキーの火の鳥。最初のジャンプですね。これはトリプルアクセルですね。あっと、トリプルトーループ決まりました。リンクに上がる前は全く笑顔がありませんでした。やはり相当なプレッシャーなんでしょうね。そうですね、なんか体調も大丈夫なんでしょうかね。かなり顔がむくんでるような気がするので、そっちの方がなんか私の方は心配なんですけれども。そうですか。はい、2分40秒。さあこれから気持ちを立て直してもらいましょう。
セル。世界選手権最初のトリプルアクセルで転倒してしまいました伊藤みどり。小川さん、はい、コンビネーションジャンプが残念ながら抜けてしまいました。そうですね、本人もあの本番までルッツにするかアクセルにするか迷ったでしょうけども、まあ、今転倒しましたけどもね、トリプルアクセルをやったことで悔いはないと思いますね。まあ、ゆかさんの練習の中では全くトリプルアクセルはしてないんですよね。そうですね、あのそれはまあ大体結構よく見られるシーンなんですけれども、あのいつも本番一発勝負っていうところもあるみたいなので、あんまり心配しなくても。これは終盤のダブルアクセル。でもあの 中盤のトリプルトループ降りた後は随分動いてたと思いますけどね。さあ気になる得点、どういった点数が出ますか。まあ、とにかく今日30人滑るうちの7番滑走ですから非常に速い滑走であると、はい、点数が出にくいということはよく言われますね。やはり試合はですね、自分のために滑りますから悔いを残さないことが一番ですからね。まあ、転倒しても悔い残さずトリプルアクセルをやったってことがプラスじゃないですかね。はい、やはりちょっとジャッジもですね、点数出すに時間かかってますね。さあ得点が出ます。5.4 が1人、今日は日本アマコーさんがジャッジを務めてますが 5.2 5.4 が1人、 5.3 が5人。しかし小川さん 5.7 もらいましたね、はい、なかなかいい点数。しかし伊藤現在で時点では2位です。 Thank you.